チャオ、あっちゃんです。今日8月の16日金曜日、あっちゃんのお昼ご飯は昨日の手巻き寿司で、今日はね海軍カレーを食べてんの。昨日買うてたやつね、食べてんねんけどね。あ、醤油や、醤油持ってきえへんだ持ってこい海苔、ね、もね、ちょっとねこれお弁当に使ってた古い海苔やがしけってんねん。もったいないから使おうと思って、まあ、ちょっとね、炙ったらいいねんけどね、海苔も復活すんだけど。めんどくさい。自分で食べるしいわ。子供はちゃんとね、しけてない海苔もあるからけど。食べへんの？お寿司は。食べたかったら食べよう。どんだけだ、少ないやろ。あは。この海苔やばっ。この海苔。全然酢が効いてない。酢がすごい薄い。江戸前寿司結構ね、レシピ通りでやったら薄いね。あっちゃん的にはね。子供はちょうどやったけど。ちょっと、赤のり作ってしまう。シーチキン。毎日お寿司でもええわ。もっと食べさせたら機嫌いいからね。あー、暑いな。よこそ。あ、お寿司はいいな。もっと休み中にお寿司食べに来る。なんかピー言うたで、プレスで踏んでもな、今度は下置いとくかね。俺ちゃうし、ちゃうの。なんかピッポリーンって言ったで、パソコンもピッポリーン言ったで。あれどこ来てんの？ちょっとコメントに返信が来てん。いいか。あ、古いからよかった。うん。古いからよかったなって。うん。金曜日か。今日晩ご飯ちょっと早めに行くで。時間かかるから。何時ぐらい？ 7 時？ 6 時半、7時。晩ご飯。始めるの？
時、6時半6時半でもいいし、7時でもいいし、遅でも7時には始めたい、ね、どうでもいいけど、どうでもいいけどってだけいい加減なんだよ。6時半、6時半早い、別に、うん、今日ライブあるしな、6時半は7時ぐらいの、遅でも7時に始めよう、8時、1時間ぐらいかかると思う、多分、はい、オフレコトークでございます。今こと言うと晩ご飯がバレちゃうんでね、ちょっとね、今日の晩ご飯は昨日ね、お金使いすぎちゃったから質素に行きます。さあ何でしょうか、コメント欄に今日の晩ご飯は何でしょうクイズ。当たった人にはあっちゃんのウィンクをあげますいらんからみんな外すって。じゃあかまいし、ね、楽しいこと言いながら、なんとねー、いやチャンネルなかった、まさか定義できないの、ね、おおうん、うるさいうるさい、びっくりした、これ準決勝かな、中京高校買ってるよ、どこや中京高校って、まあやりかけ、もう落ちるな、あれも活躍できる、すごいな、サプレうまい、まあパワープロやったらあんな打てんねんけどなに下がるのがいっちゃむずいな、どうするあるな、うまいやつで急に下がるの投げるからな、あれはすごいよ、パワープラもありえへん方向に飛んでいくから、パワープラ右上とか飛んでいく、上とか普通ありえへん、どんな握り方してんねんみたいな、こんな形じゃねえじゃん、多分な、あの舐めねえよ、せこい、バレたら怒らへん、そうね、帽子触るふりしてな、汗つけるらしいね、例えばファープロであれやね、あのアルストーリーみたいな、あのマイボール持って投げるやつおるマイボール、あかんやろ、あかん、大会ルール違反やん、お昼から昨日もお寿司、今日もお寿司いいね、高校野球見ながらお寿司をゆるく食べるというね、まあ、ゆるいいいのか、これでいいんです、まだお盆休みです、あっちゃんの通常進行9月から始まるからね、子供の休みと一緒やねん、あっちゃんの休みはって言いながらもね、ちゃんと YouTube してますぜ、
藤なりみたいな、遠藤なり知らん、遠藤なりみたいな名前知らん、大助なりみたいな言われてる名前読み方分からへん、うまっ、1年生やってる、すごいね、1年生で甲子園やで、すごいな、うん、じゃかっこええ、普通に3年生しか出へんやつ、うん、はい、ってことでよなちゃんの昼飯ね、手巻き寿司の残りを食べてみました。もうちょっと食べようかな、食べてみました言うだけど、なんぼでも食べられんねん、あのお寿司って。で、自分のキャパオーバーして、後でしんどくなって、動けんくなんねん。一回ね、どれだけ食べられるかなと思って、回転寿司でやってん。一人で14皿かな、15皿かな、20いかんかった。10何皿食べて、もうお腹いっぱいになって、歩けんなって思って、帰れんくなって、で、その時ね、ミキちゃんと二人で行ってね、まだ子供生まれる前やって。で、どうしよう言うて、ミキちゃんの肩借りて、で、久留米で、私運転して帰ろうかって言ってんけど、なら運転するの怖いなとか言いながら、うん、いいよいいよって、駐車場でちょっと休憩するとか言って、で、休憩してね。だけど、あまりにもね、しんどせたから、ミキちゃんが運転して帰ってきて、来てくれたとかって。それぐらい食べ過ぎたことがあって、14皿ぐらいですやったね。焼肉とお寿司はやらかしてしまう、食べ過ぎてしまう。はい、キツネマン、うまく、おいしい、よかった。僕はチケットの利用する食べましたもったいないでね、まあタコ噛み切れへん、待って量が終わられへん、楽しかった、ごちそうさま。今日のあちゃんのお昼ご飯、昨日の回転茶は回転してない、昨日の手巻き寿司、ね、の残りで、ね、お昼でした。ごちそうさまでした、美味しかったです。ではまたね、バイバイ。今日のあちゃんの、手巻き寿司の残りご飯よかったよと思ってた、高評価を応援コメントチャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。で引き続き、晩ご飯当てクイズ、正解者が出るかな。